町中華シリーズ、今日は中華料理新さんに来ました。初来店。ランチメニューはこの3個です。 B は今日は唐揚げで、 C はあんかけ焼きそばでした。ねえ、このあんかけ焼きそばのボリュームがすごいです。さらに小ライスもついてきましたよ。来ました。私が頼んだ唐揚げ定食、すごい。この盛り、食べきれなかったらお持ち帰りもできるって。いや、美味しそう。いただきます。とりあえず唐揚げからいきます。あー、美味しそう。ダメだ、食べれない。おいしい、香ばしい、ご飯が進みます。頑張って食べたんですけども、この大きな2個はお持ち帰りすることにしました。パックは無料でした。はい、今日は福島市郊外にある中華料理新さんに行ってきました。いや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 、口コミでボリュームがあるっては書いてあったんですけども、本当にボリュームがあってびっくりしました。食べきれなかった唐揚げは今日の晩ご飯にしようと思います。始まったばかりの町中華シリーズですけども、これからまた美味しい中華屋さんを探して歩きたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございます。ではまたね。バイバーイ。これ新発売でした。